はい、こんにちは、ポコタです。今回はね、ポケットミラー続きをやっていきたいと思います。忘れられたおもちゃっていうステージだったかな。あ、明かりがついた。あ、確かにおもちゃというか人形がいっぱい？やっと来てくれたんだね。人形が喋ってる。これは目の前のセーブポイントの真横のソファーに座ってる人形が喋っているのか。な、それっぽいな。みんな君を待っていたんだよ、お嬢さん。やっと来てくれたんだね。思った通りすごく綺麗な子だ。もちろんだよ、あの子は選ばれたんだから。何者に選ばれたんだろう。未だにね、この主人公の女の子がどうして記憶を失ったのかとか、そういったことは全く分かっていないんだけれども、選ばれたんだ。早くここから出なきゃ。ビビってるビビってるよ。そりゃそうだ、いきなり人形にね話しかけられたら、それはビビってしまうよね。独り言をつぶやきながら虫に天井を見つめている。それはそれで怖いわ。高い棚の上にはおもちゃが規則正しく並べられていると。これでかいよね、一つだけね。兵隊さんのお人形。目がくり抜かれたくるみ割り人形の兵士が壁にもたれたかかっている。へえ、くるみ割り人形ってね、たまに聞くんだけど、くるみ割るの？どういう人形なんだろうね。他の人形との違いを実はよくわからないんだけど、ここら辺も一緒かな。なんか床にシミが一箇所ついて、あ、こっち行けるんだ。ここも一緒か。まるで視線があったものを追っかけているようだ。怖っ。パンダさんとかいる。これは？古い木は蹄がすでに壊れかけており、壁に寄りかかることでなんとか立ち続けている。あら、この宝石もね、何に使うんだろうね。未だによく分かっていませんが、ん？これはなんだ？なんだなんだ？かぼちゃの宝石。くすんだ毛皮に覆われた大きな熊のぬいぐるみがうつろに何かを見つめている。黒ずんだ頬には涙がだらだらと塊のように垂れ落ちている。いやー、不気味だね。うん。あ、怪我は。しきりにゆっくりと前後に体を揺らしている。怖っ。人形が勝手に前後に揺れてんだよ。怖くね？うさぎの頭の剥製が飾ってある耳の部分は、ずたりと切り取られてしまっている。あら、かわいそうに。おー、ほんと人形とかしかないな。姫を責めないで。悪気があったわけじゃないんだ。でも、フレッタは、姫は、なんだい？いつも意地悪で。いや、姫は君に意地悪をしたいんじゃない。ただ寂しいんだよ。え？それに、君も姫と同じで寂しいんでしょ？どうした？そんなにビビんなくても。まあ確かに寂しいんだろうけれども。ね、一人でブラブラさまよっているよりは、フレッタの意地悪に耐える、しかない。ここも悪くないところでしょう。ここにはたくさんの友達がいるんだ。だからいつも楽しいよ。あ、これが怪しいな。またあの人形。あ、おなじみの人形ですね。なんかだんだん愛着が湧いてきたな。あの人形に。欲しいとさえ思ってしまう。どこに行ったの？これは？お絵かきしたんですか、誰かが。昔々町の近くの森に幼い魔女が住んでいました。魔女は魔法をかけたり空を飛んだりして一日中遊んでいました。ある日夜も明けようとする頃、五人の少女たちが木の実を探しに森へと出かけました。はあ、あ、まだ続きがあるね。メイベルとドロシーは親友同士。一つの房に収まったエンドウ豆のように二人はいつも一緒。独特な例えだね。神様も二人を祝福していました。おお、こっちはこっちで。イザベラ？ジュリエッタとイザベラは双子の女の、双子なんだ。二人は一番幼いけれど、一番の力持ちだと言われています。おお。あと一人だな。あ、マデリンは街でも有名なホラフキさん。母親の言うことも聞かず、危ない遊びをしたがりました。え、危ない遊びとは？どんな遊びを？
従ってたの？森に着くと5人はそこで幼い魔女と出会いました。そして魔女が不思議な魔法を使っている様子を見て目を丸くしました。不思議な光景に引きつけられ、少女たちはどうやってやったのかと魔女に聞きました。魔女はとても心優しい子で、喜んで魔法の秘密を教えました。これは私の魔法の杖のおかげなの。これさえあれば勉強しなくったってどんな魔法も使えるのよ。と皆の前で杖を見せつけながら魔女は答えました。あれ、そんな見せびらかしたら杖取られちゃうんじゃないの？よかったら貸してあげる。でも一人に一日ずつだけね。全員使ったら返してね。ということは5日間か。それを聞いて5人の少女たちは喜び、浮かれたようにはしゃぎました。もう帰ってこないでしょう、これ。でも杖の誘惑は、あなたたちの未熟な心も食べちゃうかもしれないから、気をつけて。うっかり杖を横取りする人がいたりしたら、必ず見つけ出して、火の中に放り込むからね。怖っ。怖そして幼い魔女は杖を置いてその場を去り、少女たちは交代で杖の魔法を楽しみました。ね、普通に楽しむだけならいいんだけどね。そして5日後、魔女が戻ってみるとどうでしょう。魔法の杖はどこにも見当たりません。約束を破られたことに怒って、幼い魔女はすぐに犯人を探し始めました。まあ、ここまでは予想通りだな。魔女は5人の少女をそれぞれ貼り付けにし、あ、それぞれ嘘をついたら火をつけると脅しました。私の大切な道具を横取りしたのは誰？魔女が尋ねると少女たちは答えました。魔法使わなくても強いんだよね、この魔女はね。マデリンがやったのよ。ドロシーは嘘をつかないわ。メイベルは泣きながらそう答えました。嘘つきはジュリエッタよ。杖を盗んだのはメイベルなの。ドロシーは叫びました。ドロシーは何もしてない。それに、イザベラは嘘なんかついたことないわ。ジュリエッタは泣きつきました。マデリンはデタラメなことを言うこともあるけど、でもあの子はやってないわ。イザベラはわめきながら答えました。メイベルに疑いなんてないわ。ジュリエッタが杖を盗んだに決まってる。マデリンは大声で答えました。これ謎解きじゃねえよな。さて、一体犯人は誰だったのでしょう。魔女はその子が焼け死ぬまで火で炙り続けたそうです。罪を犯した少女は死ぬ間際まで許しを乞い続けましたとさ。怖い。怖いね。あ、来た。これ正解選べって話か。私の大切な道具を横取りしたのは誰？さて。これは？ああ、なるほど。改めて話聞けってことか？マデリンはデタラメなことを言うこともあるけど、でもあの子はやってないわ。メイベルに疑いなんてないわ。ああ、これマデリンでしょ？あ、イザベリです。イザベラ。で、ジュリエッタ嘘つき、メイベルなのよ。ドロシーは嘘をつかないわ。メイベルなの。マデリン、ドロシー。矛盾するようなしないようなこと言ってるな。ドロシーは何もしてない。それにイザベラは嘘なんかついてる。ドロシー何もしてない。イザベラは嘘つかない。ドロシーは何もしていない。ん？ちょっと待って。イザベラは嘘なんかついたことがない。ちょっと待ってよ。ということはデタラメを言ってるんだな。まずこの子はやってなさそうだ。で、ドロシーは何もしていないとすると、いや、そうすると、イザベラが嘘をついてることになる。マデリン、ドロシーは嘘をつかないわ。
ああ、悩むな。これかな？メイベルに疑いなんてないわ、メイベル。これか。なるほど。なんかいろいろ悩んだけれども、皆さんわかったでしょうかね。燃やせってことか。ね。あ、なるほど。間違えるとこうなるのか。あ、改めて、マッチをもらって、なかなか難しいですね。マデリンがやったのよ。メイベルなの。イサベラか？待てよ。あ、やったか。鍵、見っけ。どうやら当たってたようですね。まあできれば一発で当てたかったけど、まあよしとしましょう。錆びた鍵。天罰。なんか、すごい残酷なことをさせられたんですけど。あれ？ここの鍵じゃねえのこれ。あ、いたわ。びっくりしたわ。開かないのかと思った。真っ暗。真っ暗、真っ暗ですよ。真っ黒クロスケ出ておいで。これはなんだ？ハサミ？持ってく。錆びた。なんか錆びたもんばっかり。ここを出るときに使えるかも。おーっと。入るんだ。入るんだね。また走り書きがある。お？なんて書いてんだろうね。誰がこんなものを書いたんだろう。あれ、どっか行けるわけではない？鏡から髪の毛が、あ、あれ髪の毛なんだ。なんか、ちょっと出てるよね、下に。なんかするの？鏡の表面からはぼんやりとした淡い光が放たれている。それだけ？え、なんか使うんじゃないんだ。使うとしたら、ここら辺のもんだよね。模造とか使ってみる。もう一回戻るのか、これ。あ、戻っちゃった。戻るが正解だったのか？今何か言った？言ってないよ。間違えた。あ、いなくなってる。いなくなってるね。これなんだこれ。おー。あ、これってもともとあったよね。僕たちを助けてくれるんでしょ？あなたたちを助ける？知らないふりしないでよ。やっと来てくれたんだって今ほっとしているところなんだから。ようやくだ。何かを期待されてる。何かを期待されてるんですが。なんだろうな。おう。出してほしいと。向こう側に行くために何かをしなきゃいけないっぽいなぁ。ここら辺のものを使えるとかではないな。蜘蛛の巣を使ったりとかできないのか？これじゃ外に出られない。何のために外になんか行くの？僕らとずっとここにいるんじゃないの？私はここにいるべきじゃないわ。なんでだよ。僕たちのことを置いていかないでよ。お嬢さん。お嬢さんって。
どういうことよ。いや、ずっとここにいようよ。出ていくなんて許さない。私はここから出なきゃいけないの。なんだろう、声の人形。ちょっとセーブしよう。人形が怖いからセーブしよう。なんか追っかけてきそうだもんな。あれ？壊されてる。あ、後戻りできなくなってんのか。あ、なになになに？なんか落ちてきた？あ、なに？ネズミ？いた？いや、嘘。攻撃されるの？ああ、そういうこと。あ、嘘やん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 、嘘買いかかってる。マジっすか？あ。なんか拾ったぞ。何を拾ったか俺はわからんけど。あ、いけた、いけた、いけた。いけたじゃん。プレス、プレス、プレス。ああ、え？何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 使えて？ハサミ？いけた。よくわからんけど、いけた。ああ。一体何だったんだ、さっきのは。ここはどこなの？思い出の庭。どんな思い出が待ち受けてるんだ？お。思い出の庭。君は特別な女の子なんだよ、お嬢さん。それどういう意味？カボチャさん。お姫様のところへ行って聞けばいいんじゃないかな。教えてくれないんだ。きっと君を待ちわびているはずだよ。お。すごいよ。君がこんなに遠くまで来れるなんて思ってなかった。カボチャさん、ここはどこなの？知らないよ。僕らはどこにでもいるからね。確かにどこにでもいる。ここなんかあるよね。ね。なんか上にない？あ、気のせい？気のせい？なんか時計みたいな、なんかあることない？あ、気のせい？気のせいではないと思う。フレッタだ。これは？この像なんだか前に見たことがある気がする。この像どうしてこんなところに？これは？え？何？あ、これ自分だ。なんで私が石像になってるの？確かに。何か秘密がわかるのかな？この主人公の。椅子取りゲームか、これ。フレッタ。お帰りなさい。フレッタ。あなたと話がしたいの。話がしたい？何について？コロコロ目の色が変わる私何が起こってるかわからない。どうして屋根裏部屋から出たの？それはねえ、どうして逃げ出したの？ああと話聞いてくれないな。ねえ、私とゲームをしましょう。フレッタ、お願い、ゲームして。おっと？なんで世界にヒビが私が好きなゲームなの。ね、やりましょう。だってこれが最後なんだから。最後？最後と言われた。おーっと、いっぱい出てきたな。もしもあなたが勝ったら、知っていることを全部教えてあげる。あなたが負けた時には、何でしょうか。もうわかるわよね。本当に約束してくれるの？一体何が起こっているのか、教えてくれるって。ええ、もちろん。私があなたに嘘ついたことあった？さあ遊びましょう。音楽が止まったらできるだけすぐに A を押して近くの椅子に座ろう。座れなかった人は負け。負けたらどうなるかはもうお分かりですね。は。気楽に行こうか。座れた。ああ、かわいそうに。かわいそうに。これ結構、結構なんか、ドキドキするね。いつ音楽が止まるかわかんないからさ。
ああ、よかった。他のね、あの血だらけの人たちには、ウサギとキツネさんには申し訳ないけど。おお、ドキドキするな。あと5人か。ああ。あと3。3つの椅子になってる。おお。次で2になるんだね。あ、嘘。今のありなの。今のありなんだ。やべえね、これ。ほら、勝ったじゃん。ええー、やったやった。ちょっと緊張しすぎて親指が痛くなったけど。さあ、教えてくれ。いろいろと。もういいでしょ、フレッタ。さあ、お願い。私、おっと。いや、嫌なんだ。嘘つきだな、お前。あなたを生かせはしない。私を置いて生かせはしないわ。フレッタ。うるさい。お前がうるさい。あなたは私のものなのよ。どうしてわからないの？そうでしょ？何もかも全部あなたのためにやったのに。どうして私のことを認めてくれないの？あなたを認める？なんのこっちゃ。私がこの国の姫なんだから、あんたは私に逆らえないってことよ。どこへも行かせはしないわ。何があっても。勝とうが負けようが関係ない。じゃあするな。最初からするな、こんなゲーム。フレッタ、何を言ってるの？おい。私が消えるなんてありえない。あ、もしかして消えようとしてんのか、これ。あなたが私を認めないなんて。あなたは遊び相手を欲しがってたじゃない。そうなの？なのに、最初から私と友達になる気なんてなかったのね。お、悪いのは私だって言うの？おやめなさい。あ、アイリエって、久々に喋ったな。おうおう、可愛らしい音で出てきた。エリエッテ。エリエッテどういうつもり？もういいのよ、フレッタ。何？私の邪魔をするつもりなの？こんなの不公平だわ。そうでしょ、エリエッテ。おやめなさい。私はやめないから。おうおう、粉々になった。ベッドだけ残りました？なんか枕3つあんな。何が起きてるの？どうしちゃったの、エリエッテ。あの子の肩を持つっていうの？あの子がやってきてから、エリエットは私のやることに文句ばっかり。あなた、エリエッテに何をしたの？あれだよね、体元に戻してあげたんじゃなかったっけ？なんかそういうのあったよね。何もしてない。これも全部あなたのせい。あー、え、フレッタ。フレッタ、ストップ。もうお黙りなさい。どうしてそんなこと言ってくるの？フレッタ、私の大切なフレッタ。私たちの大好きだったあの庭を思い出して。何を言ってるの？あなたが誰だったのか覚えてる？フレッタ。私のことを思い出して。うるさい、私が何を。私たちもう自分に嘘をつくのをやめなきゃいけないのよ。ん？どういうこと？嘘？何が嘘だって言うの？フレッタ、自分の心に、おお、何言ってるかわかんない。セリフが勝手に飛んでいく。この檻から出ていく時が来たっていうことよ。いや、終わりにしましょう。いや、ちょっと喧嘩しないで。私はこれ以上この茶番を続ける気はないわ。いや、何してるの？そんなことしたら許さないから。フレッタ、私たちは一体誰？エリエッテは人形じゃないのか？私が姫で、あなたが女王よ。バカなこと聞いてないで。人形のくせに。あら、なんか破ってる？破ってる、ちょっと。ダメ、もうやめてよ。
おいおいおい、何してんだそこで。ちょっと、やめてって言ったじゃない。どうしたの、フレッタ。どうして泣いてるの。お願い、エリエッテ。エリエッテ、なんかそう泣かれるとね、かわいそうになってくるよね。散々意地悪されたけど。その目でこの世界をよくご覧なさい。あなたは結局何がしたかったの？こんなことをして本当に自分が認めてもらえると思ったの？なんでこっち向いて言うんだ？エリエッテ、それは。何何？どれもいずれ消えゆく形のないものたち。あなたも分かっていたでしょう。そう。私は信じない。そんなこと言うのやめて。私、怖い。私は何の力もないただの人形よ。何を怖がることがあるの？人形じゃない。あなたは女王よ。それが真実よ、エリエッテ。嘘はやめて。本当の真実とは自らを映す鏡。それはこの国にはなかったわね、フレッタ。もう行きましょう、私の大切なフレッタ。あなただって消えるのよ、それでもいいって言うの？消えるんだ。私はどこへも行かない。ここは私の国で、あなたはこの国の女王でしょ。国を捨てるなんて許さない。ダメです、フレッタ。そのビリビリビリは何なの？ビリビリビリは。私はあなたの作り上げた嘘の一つ。それが私。これまでも、これからも。また泣きじゃくってる。エリエッテ。あの子にこれを聞かせてどうするつもり？ああ、寄ってきた。あの子にも迷惑をかけたからね。姫のわがままに付き合ってくれて、ありがとうね。エリエッテ、そんなこと。私がわがまま？あの子だって自分のことしか考えてないじゃない。お嬢さん、私たちがあなたと時間を共にできるのもここまでです。あなたはあなたの結末を見つけなさい。それはあなただとわかってるはず。何言ってるの？あの子をどこへも行かせはしないから。これはフレッタの夢ではない。そして私のものでも。私たちに付き合ってくれてありがとうね。ああ、全部。あ、なんか狂っちゃった。全部あんたのせいよ。全部あんたのせいなんだから。置いていかれたのは私だけ。消えていくのも私だけ。どうせあんたにはわからないでしょ。あんたが、何何？私が何？あんたが消えればいいんだ。ああ、追い詰められていく。お？そんな、あれ？二人ともなんか壊れていく。エリエッテ。あら。一つ、お願いがあります。何でございましょうか。どうかフレッタのことを忘れないであげて。このエリエッテとね、フレッタってこの子にとって何だったんだろうね。謎が謎を呼ぶな。フレッタ、私たちは友達だよね。うん、あら、うさぎの穴になっちゃった。うさぎの穴。このかけらはなんだ？ベッドシーツの上に砕けた鏡の破片が散らばっている。破片の表面は曇り何も映すことはない。一緒だな。枕が5つ。なになに？やっぱりこれはあなたが持っていて触れた。あ、模造品の方、本物じゃないけど。さあ、どこに向かって進めばいいかわからんけど、とりあえず、やあ、セーブをしていかないかい？僕ならここらで絶対にしておくね。なんかあるんだな、これ。はい、しておきましょう。飛び込め。
通れるのかな。通れちゃいましたね。あ、何これ。ここはどこって感じだね。どこ？ここ。あ、動けるんだ。一瞬ぼーっとしちゃった。壁の割れ目の先に巨大な白い布が広がっている。こちら側にはかすかな光の線が差し込んできている。白い布？白い布ね。あ、鏡。おお、なんか躊躇なく、躊躇なく鏡に入ってったけど。果たして。え？鏡の回廊。鏡、あ、ほんと鏡だわ。鏡ばっかり。あ、自分が映ってる。あれ？今まで映らなかったんじゃなかったっけ？あ、え、ほ、鏡が鏡がたくさん。あ、あれ？ここら辺はないな。あ、あるわ。窓にも。これどうすればいいの？とりあえず進めばいいだけ？どこ入れたりはしないんだね。ああ、まあ進むだけか。あ、なになに？今なんか影が走っていきましたね。おお。あ、入ってた。あれ？入ってたぞ。俺入れないのに。あ。なんだなんだ今の。なんだ？からかってんのか？っていうかどこまで？この回廊はどこまで？入れないよな。ああ、いきなり。あまりここに長居したくない。なんか、どっかで同じようなこと言ってた気がするね。あ、別に拾えたりはしない。ん？あ、急にセーブしろと。なんかあるんだな、この先。ん？お、お前は。なんか魅力的ですけどね。ああ、ちょっと。そんなことある？なんか最近追いかけっこばっかりしてる気がするけど。これはこれでまたわかんないよね。ほら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 、来た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 。あ、今度こっち。あ、今度こっち。どういうことですか、ちょっと。ここら辺がわかりづらいんだよな。まあ、とは言っても一方通行というか、全然普通に進んでるだけなんで、なんともないんだけど、ここら辺で反対側から来て、また来て、で、ここら辺で、はい、こう行けばいいんだな。よし。あとは、どう行けばいいのこれ。どこまで行けばいい？逃げれた？逃げれたか？お嬢さん、どうか目を覚まして、逃げれたっぽいな。この方は？よかった。大丈夫ですか？お、お、お。あなたは誰？まあそうなるね。ああ、気をつけて。急に動くと体に触りますよ。ああ、ご心配なく。
私はあなたの味方です。うわぁ、一番信用できないような言い方。味方って言ってくるやつが一番信頼を置けないよね。お姉さん、あなたは？ああ、自己紹介がまだでしたね。失礼しました。ハルペ、汚れなき瞳の乙女。私の名前はハルペ。ハルペみたいなね。後ずさってんじゃん。私、ああ、構いませんよ。ここまでいろいろとあったでしょう。当然、私のことも警戒しているでしょうから。でもお願いです。私はあなたの味方です。この言葉を信じてください。マジ。ぜひ信じてください、お嬢さん。お美しい方ですけどね。それは、どうしました？さっき私を追いかけてきたのは、一体誰？あの人も結構ミステリアスでいいけどね、個人的には。あの子は、とても病んでいます。知り合いですか？あの子は信じてはいけません、お嬢さん。きっぱり言うね。きっぱり言うね、ハルペ。いずれあなたに危害を加えかねない存在です。まあ、何回かゲームオーバーになりましたけどね。危害加えられてますよ。そうなんだ。いいですか、お嬢さん。私はあなたを傷つけるすべてのものから、あなたを守ります。マジ。私と一緒にいれば大丈夫。約束します。ハルペさん。さん付けなんてやめてください。ハルペと呼んでくれていいのよ。いや、いいのよって、こっちもなんか砕けてきたな。ハルペでいいよ、ハルペで。では中へ入りましょうか。中って？見たところあなたは疲れているようだし、喉も渇いているのではないかしら。温かいお茶を入れますので、いかがですか？うん、ありがとう。あれ、もう心許してる？大丈夫？ハルペ大丈夫かな？ハルペ信じて大丈夫なのかな？まだ少し私のことを疑っているでしょ？はい。ごめんなさい。まだ気持ちが落ち着かないみたい。安心して、お嬢さん。私があなたを守ります。だから大丈夫。さあ、それでは落ち着けるところに行きましょうか。もう、ありがとう、ハルペさん。やっぱさん付けなんだ。あ、うんうん、ハルペ。ハルペ。ふふ、少しずつ慣れていきましょうね。さあ、中へ入りましょう。ハルペの後をついていくのか？ああ、もう自動で動いちゃう。おー、どうぞ座って。おお、騎士なんだ。なるほどね。はい、といったところで、今回はキリがいいので、ここまでにしたいと思います。新たな登場人物が出てきて、これからどうなるのか、ますます楽しみになってきましたね。はい、ポケットミラー。また次回楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ポコタでした。